はい。では早速、インテグラル2の x 乗 dx。これの積分を求めたいと思います。インテグラル2の x 乗の dx。これは、t イコール2の x 乗と置いて考えるといいです。置換積分ですね。そして、この t イコール2の x 乗から、両辺に自然対数ログを取ってあげます。すると、次のように、x ログ2イコールログ t。このようになります。こちらですね。t イコール2の x 乗のログを取った形です。 そして、この、ログを取ったこの部分を、両辺を微分してあげます。はい。左辺は、x で微分してあげると、ログ2の部分は、定数なので、ログ 2dx。ここが、x で微分したという形式ですね。そして、右辺は、ログを微分するので、t 分の1です。そして t で微分した dt という形をつけます。ここも、合成関数の微分。これの名残となっております。厳密には合成関数ですね。そして、先ほどの、ログ 2dx イコール t 分の 1dt となります。 そして dx について解くと dx イコール t ログ2分の 1dt となります。そして赤と青に注目してください。この青い部分の2の x 乗というものは t このように置くことができます。そして dx は赤い四角に注目すると t ログ2分の 1dt このようになります。 したがって、インテグラル2の x 乗 dx というものは、次のように表現できます。インテグラル t × t ログ2分の 1dt。このように表現できます。はい、このようになります。インテグラル2の x 乗 dx イコール、インテグラル t × t ログ2分の 1dt です。そして、ここの t は約分されて、イコール、インテグラルログ2分の 1dt となり、 ただの定数ですね。中身はただの定数となるので、このまま積分してあげると t だけが出てきます。なので最終的に出てきたのが、ログ2分の t プラス積分定数 c ですね。そして最初の t イコール2の x 乗により、こうですね、この t の部分は x に変換してあげて、次のように、ログ2分の2の x 乗プラス c となります。はい、出てきました。つまり2の x 乗っていうものの積分っていうものは、 ログ2分の2の x 乗プラス C となります。したがって以上のように、インテグラル2の x 乗 Dx イコールログ2分の2の x 乗プラス積分定数 C。これが成り立ちます。2の x 乗の微分の公式を使わなくても、置換積分をうまく駆使すれば、なんと求めることができます。いかがだったでしょうかこれで2の x 乗の積分を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。